見たら100倍楽しめるモネ連作の情景スペシャル動画企画。はい、ということでございまして、それでは自己紹介よろしくお願いいたします。こんにちは。あ、うるさいですね、うん、どうも、はい、西木より長谷川真則です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いいですね、いいたどたどしさが出てますよ。それじゃあ、危うく自分の名前忘れそうになりますね。たまにありますからね。まあ、今日は大丈夫です。よかったです。よかった、はい。そしてお隣は、好きな内臓は、うん、はいーどうも、やすこです。お願いします。お願いします。心臓も愛してあげてください。はい、ね、ちなみに僕は、膵臓が好きですね。聞いてねえよ。はい、はい、ということでございまして、この動画はですね、2023年10月から開催される、モネ連作の情景という展覧会を、アートがお好きな方にも、普段あまり美術館に足を運ばないお子様や、そのご家族の方にも、100倍楽しんでいただくための動画となっております。やったー、はい、僕が一番好きな数字が100ですから。よかった。バカですね。いいですね。役が好きっていいですね。はい。そしてなんと、今回我々、錦鯉とやす子が、そのモネ連作の情景の非公認アンバサダーに就任いたしました。やったー、やったー。はい、ね。アンバサダーでございますが、非公認でございますので。やったー。まあ、勝手にやってるということでございますね、我々。大丈夫なんですか？怒られないんですか、これ。大丈夫でしょう。まあ、楽しむだけですから、我々は。なるほど。ほう、楽しみ方をね、どんどん伝えていこうっていうものです。ああ、いいですね。そういうのはもうどんどん勝手にやっていきましょう。確かに、はい、好きなんですから、我々モネ連作の情景が好きなんです。しっかり読んでますけどね。大好きですよ。大好きですよ。モネ大好き。ちょっとコビが入ってしまいましたね、今ね。はい、ちなみにですね、このモネ連作の情景ですが、展覧会ナビゲーター、音声ガイド、俳優の芳根京子さんが務められます。すごい。そしてさらに、音声ガイドの方はですね、うん、人気声優の下野紘さんが、芳根さんと一緒に務められます。豪華。シモンヌだ、ね、すごい。吉根さんと下野さんは本物の本物のアンバサダー。偽物みたいな言い方じゃないですか、我々が。我々は非公認。非公認ですからね、はい、好きでやってますから、好きでやってるから。そうですよ、大好きですからね、はい、ということで、非公認アンバサダーになったお二人ですが、お二人はあのモネについてはどのぐらい知ってますか？自分はですね、うん、3年前に箱根に一人旅に行きまして、はいはい、ポーラ美術館で、うん、あのモネの作品を見たことがありますね。あ、そう。はい。美術館一人で行ったりするんだ。結構あの美術館巡りはしてて、六本木ヒルズの美術館だったりとか、あの国立美術館とか、うん、あの結構幅広く行ったりしてますね。なかなか美術に造詣が深かったというので、我々ちょっとびっくりしてます。まあ、長谷さんはどうですか、モネについて知ってます？え、僕はそうですね、モネはあんまりそんな詳しくないですね、正直。そうですか。正直な話、うん、えー、まあでもね、この動画で皆さんと一緒に学んでいただければ、はい、いや知りたいですね、はい、ということでですね、本日はモネの魅力について全後編に分けて深掘っていこうと思います、うんうんうん、この動画の最後には雅紀さんとやす子さんがですね、うん、それぞれモネの魅力が語れるレベルまで成長してもらおうと思っております。ということでございますので、視聴者の皆さんもぜひ最後までお楽しみください。よろしくお願いいたします。それでは早速モネの魅力について迫っていきたいと思いますが、うんうん、はい、ちょっともちろんね、このメンバーだけではちょっと無理じゃないですか。そうですね、もう限界でしょ。限界です。もう限界。渡辺さんはモネどうなんですか？私も全く知りません、モネについては。頼りない先輩。なんか見た目がすごい詳しそうな。詳しそう。知ってる、知ってるふりをしてるだけですね。はい、ということでですね、今回は特別ゲストをお呼びしております、はい、先生でございますね、杉又美穂子先生です。どうぞ。お願いします、はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、杉又先生はですね、神奈川県生まれで、女子美術大学絵画科、洋画卒業ということですね、すごい、はい、イタリアの国立美術大学に相当するアカデミアを卒業されております。わ、現在はイラストレーターであり、著書イラストで読む美術シリーズなどを執筆されています、はい、小峠英二のなんて美だといった番組にも出演されており、
印象派について解説してくださったんですよね、はい、あの時は、はいはい、今回の特別編にも出演いただきまして、大変どうも本当にありがとうございます。また呼んでいただきお忙しいです。ありがとうございます。お願いします。なんてビデオはやすくも出てる YouTube の方にですね、うん、出させていただいていますね、うん、はい。というわけで杉松先生をお迎えしてやっていきたいと思います、はい、お願いします。はい、まず最初のテーマはこちら。はい、まさのりさんにもわかる印象派。まさのりさんでも、はい、まさのりさんにもわかるんですから、もう国民全員がわかるということですね。僕ら一番末端です。末端とかではないですね。まさのりさんがわかれば国民全員がわかる。あ、なるほど。さあ、まさのりさん、やすこさん、はい、ここで一つ質問ですが、モネを知る上で欠かせない印象派について、まさのりさんにもわかる形でお話ししていきたいのですが、お二人は印象派という言葉ご存知ですか？いや、単純にやっぱ印象に残るみたいなことかなとは思いますけどね。なるほどね。だけど、どうなんだろう。どういう意味なんだろう。聞いたことはあるけど。じゃあその答えね、お二人にも分かる感じに先生に伺ってみましょうか。お願いします。先生、印象派とはまず一言で言うとどういったものなんでしょうか？はい、画家が見ていいなって思った瞬間を切り取るような絵です、はあ、画家自身がこの情景見ていいなと思ったところを描く。そうです。で、難しい知識とか何にもなしで、はいはい、見る側も見たままに、うん、ああ綺麗だなとか美しいなとか、あ、こんな風景なんだなとか、こんな人なんだなっていう受ける印象をそのまま封じ込めたような瞬間を切り取ったような絵のことを印象派という、はあ、画家がもう、あ、これ描きたいと思って描いたものみたいな。そうですね、あのですね、うん、それを知るにはちょっとそれまでどんな絵が描かれていたかを知らなくちゃいけないっていう感じが。だってそうそう、先生の今のお話聞いたら、うん、全部の絵が印象派じゃないかって思うんだよ、うん、あ、そうですね、違うんです。なんかよく美術とかであって物を置いてそれを見て描くじゃないですか、はい、それは違うんですか？あ、それも、うん、印象派といえば印象派なんですけど、うん、説明したいですね。あ、説明したいって。先生が説明したくてうずうずしてる。いや、時早にすいません、はい、さあ、その印象派がですね、モネの絵の特徴なんですが、はい、ちなみにこちらに絵もあるのですが、わかりますか、まさのりさんとやすこは。これはモネと言ったらという感じの代表な感じがします、うん、水蓮、緑色なんですけど、いろんな緑色使ってるっていう、あ、モネだって思う作品な気がしますね。すごいね、はい、プールビルの断崖、知らない。へえ、綺麗だな。どうですか、まさのりさんは見た印象。いや、僕はもう正直その名前とあとあの水蓮っていうのはなぜか知ってるんですよね、うん、おー、なんでだろう、どこで見たのかわかんないですけど、前世の記憶かな。前世で、前世で見たんですね、きっと、モネの友達だったかもしれないもんね、ずっと。あ、だからか。違うよ、多分違うよ、うん、納得しちゃダメだよ。さあ、そんな印象派ですが、先生、印象派が誕生したきっかけはなんと、あるスキャンダルと悪口からだったということなんですか？はい、そうなんです、その時代背景お聞きしてもよろしいでしょうか？はい、先ほどちょっとあの印象派の前の時代っていうのを知らないと、印象派がどれぐらいこう、まあ、スキャンダラスな絵だったんですけど、うんうん、今見るとこう、ね、一番綺麗で穏やかで親しみやすい、日本人も大好きなっていう感じなんですけど、はい、この絵の前でみんな棒を振り回したり、なんだこりゃとかって怒りまくったりした時代が、実はデビューだったんです、印象派の。なんで？え、なんで？それはなぜだったかというと、うん、それまでの絵っていうのはですね、はい、1860年代の話になるんですが、うん、はい、しっかりとしたこう国が管理するコンテストでサロンっていうのがありまして、うんうん、はい、そこのサロンに入賞しないと画家の道は開かれないっていう仕組みになっていたんですね。お笑いでいう賞レースみたいな感じだな。じゃないと認められないように。そうなんです、ね、もう全てがそこを突破してからのお話 で、うん、でしかもそこの求められるっていうのはもうガチガチのアカデミズムで、権威筋のもうこういうのがいい絵みたいなのが決まっていて、うん、あの歴史画だったり宗教画だったり、真面目で茶色っぽくて、あの細部までツルツルに仕上げてみたい、いろんなあの条件があったんです。で、そういうのに沿った絵描かないと入らないっていう状況が長く続いていたんですけど、うんうんうん、もう時代もだんだん変わってきて、うん、
モネたちの時代にはもうそういうのを打破しようっていう機運が少し高まってきてたんですね。ちょっともうやってられねえぞっていう反逆の気持ちのようなものですかね。面白い、はい、そこに印象派が誕生するきっかけのスキャンダルとなるある一枚の衝撃的な作品が応募されていたということですが、それがこちらですか。はい、こちらのマネの草上の昼食という作品になります、うん、これなんで怒られたんだ、うん、これどうですか、見て何か思うところは。そうですね、真ん中の女性が全裸。あ、そうですね、これ安心してくださいこれ安村さんの先駆け。そう、先駆けですよね安村さんの感じのとこ見えないようになってますね。安村この絵からなんだこっからだったんですか安村さん。あ、安村違いますよね。あ、違うんですか。安村違いますよ、はい、確かになんかこう、あ、確かにね、モラルとか、ね、うん、マナーがちょっとない、うん、なんか食べ物がこぼれてたりとか裸だったりとか。後ろの方も裸なんですね。そうですね、というわけで、うん、まあ、やっぱりこの裸が真ん中に、うんうんうん、なぜか男の人たちはなんかきっちりダンディーに決めてるのに、うんうん、女の人だけ裸って一体どういうわけなんだろうってなるわけなんです、うんうんうん、これだって今だったらその YouTube とかで AI とこれ弾かれるやつですよね、肌色多すぎるっつって、うん、そうですよね。僕普通に顔出してるだけなのに肌色が多すぎてちょっと危なかったりとか。危なかったんですか。危なかったですよ、肌色多いって裸体だと思われてたんだ。そうですよ、俺はちょっと今余計なこと言わないでください今印象派について勉強してるんですいません、ちょっと先行きますね。本当にすいません。ですね、これが驚いたのは、はい、皆さんのような当時の人たち驚き方と違うんです。真ん中に女の人が裸で男の人たちが、まあ、きっちり服とか着てても全然良かったんです、うん、あ、いいんだ。でもそれには天使とかこの女性が女神であるとかそんなような仕掛けがないとダメだったんです。神様とかそういったものにしちゃえば、はい、裸体はかけたってことなんです。そうなんです、高尚な題材になるんです。なるほどなるほど。ところがこの絵にはみんな目を皿にして探したと思うんです。どっかに天使がいるはずだと、じゃなきゃおかしい。でもどう考えてもいないんですよ。ってことはこれどういうこと、え、裸でピクニック、何何、もう訳が分かんないっていうことで、も当時の人たちの常識がもう根底から覆されて、もうざわついてしょうがない、我慢できないみたいな風になった。これがスキャンダルなんです。なるほど、これがスキャンダルということですね、はい、うん、マネの草上の朝食はそんな理由で批判を浴びておりましたが、そんな時代にこのマネの作品を見て立ち上がった人物が2人いるんですよね。1人はルノワールですね、うん、さあもう1人はまさみさん、やすこ、誰だか分かりますか。ルノワールって喫茶店の名前、うん、ありますよね。違います。あ、違いますっけ、ええ、あ、違うんだ、ええ、違います本当気にしないでください。今は本当に思っただけです。そこから来たんだと思ったんだね。ドトール違います。喫茶店じゃないって言ってるじゃないですか。人の話は少しは聞いてください。少しでいいんで、ルノワールともう一人、うん、ちょっと今日は何をやってんの今日。あ、分かった、モネだ。モネだ。モネだ。大事なことすぐ忘れちゃうんだから。モネだ。そうよ。先ほどのはマネね。マネ。このモネとルノワールはどのように立ち上がったんですか。モネとルノワールは印象派の一番有名な二大巨匠という感じなんですけど、その二人が、まあ、このマネのこの絵に衝撃を受けて、俺たちもやろうっていう風になったんです。ついていくぞってなったんだ。へえ、はい、だからぶち壊したってことですよね、マネが。ぶち壊したってことです。すごい。しかしそれもすぐには評価されることはなかったということですよね、はい、むしろ悪口を言われた方が多かったと。その代表的な悪口がルイ・ルロワという方からあったということですが、どんな悪口だったんでしょうか。はい、あのモネの絵を見て言った言葉なんですけど、うん、はい、こんなのは描きかけの壁紙の方がまだマシ、で、ここにはさぞかし印象がたっぷり詰まってるんでしょうよ。あ、ちょっとね、嫌味もありつつの、いやひどいですね。ひどいこと言われましたね。出てきましたね。でもここで印象っていう言葉が、はい、実はその悪口で出てきた印象という言葉が彼らの作品を印象派と呼ぶきっかけになったんですね。はい、そうです。あ、くしくも、はい、最初悪口だったのに、その人がつけたんだ、すごい。さぞかし印象が詰まってるんでしょうねの印象がまさにこんな言い方だった。そうだ、うん、
でも、それいいねって言い得てみようみたいな感じで、はい、本人たちが、あの自分たちのグループ展っていうのを始めるんですけど、うん、そこの3回目の展覧会でもう印象派にしちゃおうみたいな。すごいな、自分たちで。なんかノリもね、ちょっとふざけてる感じでいいね。そうですね、ちょっとこうもうじゃあ言われたから使っちゃえみたいな、ね、いいな。これが印象派の誕生ということで、いろんな歴史があったな、ね、続いてそんな印象派の作品がついに大ヒットする時が来るのですが、さあここで雅紀さんとやす子にクイズです。なんだ、はい、印象派が大ヒットしたきっかけは何だったでしょうか。なんだ、はい、どうだ。じゃあもう挙手してくださいね。はい、あ、すごい挙手が下手だ、挙手が下手だ、はい、あ、雅紀さん、すごい偉大な権力のある人が、うん、これいいねと一言言った、うん、おー、先生どうでしょうか。違います。違います。はい、はい、出たよ、下手だな、挙手が下手だ、二人とも、はい、挙手ってこういうやつなんだよ、こういうやつ、はい、はい、やす子、あの広告に使われたんじゃないですか。何かの広告で街中でたくさん目にする機会があってヒットしたんじゃないかな。なるほどなるほど、はい、先生これはどうでしょうか。違います。出た、はいはいはい、下手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 なんだよ、挙手が下手なんだよ。まさみさんどうぞ。わかった、街中で、うん、キャンバスじゃない壁とかに書いて、うん、それで、うん、広まってヒットした。全然違う。全然違う。はいはい、全然違う。こけたんじゃない。こけんのも下手だな、二人とも。うん、はい、じゃあね、先生、はい、正解をお願いします。はい。画商がアメリカに持ち込んだ。なるほど。それでこれはどういうことでしょう。はい、基本的にあの、うん、フランスが舞台ですね。はいはいはい、あの皆さんお分かりかと思うんですけれども、ね、はい、アメリカっていう国が、まあ、できて100年も経ってないような時代なんですけど、うん、急成長してる土地があって、はいはいはい、でもフランスではもう長いガッチガチのアカデミアでがんじがらめの長い歴史で動かないところでは、うんうん、印象派ダメだっていうことで、うん、はい、ちょっとずっと面倒見てきた画商が、うん、ちょっと俺アメリカ行ってくるっていう感じで自分で荷造りして、もしかしてって言って行ったらこれが大当たりで、うわすごい綺麗みたいな、なんか 見たままで綺麗でわかる綺麗な絵だって言って、もう本当に食いついてくれたという感じだったんですね。なるほど。画商って何ですか。画商って、画商っていうのもこれがまた近代になってから出てきたものなんですけど、そうですね、それまではあの教会とか、うん、貴族とか、うん、王様とかがでお金持ちが発注して絵を描いてもらうみたいなのが普通の絵描きさんが仕事を得るやり方だったんですけど、それもだんだん変わってきて、新興ブルジョワジーっていうような新興成金みたいな人たちがやっぱ出てくるんですよね。産業革命とかでいろいろ変わってお金持ち層が変わってきて、でそうするとそういう人たちも絵描いたいみたいになった時に、そういうあのシステムじゃなくてお店画商でこういう絵今いけてるよみたいなのを紹介してくれるあの仲介役みたいな、はい、商売をやってる絵を売る画商っていう商売ができて、で、そうですね、その画商さんデュラン・リュエルっていう人が印象派にもう本当に早くから目をつけて、もう全く目も出てないボッコボコに言われてるんですけど、これはいける、きっといつかいけるって信じて、もうお金もずっと出してっていう感じで支えて、でもまあ本当になかなか目が出ないので、もういっそアメリカへって行ったのが大転機になったっていう。じゃあアメリカ行ってなかったらここまでヒットしなかったっていう。それはちょっとあるかもしれないですね。印象派をアメリカに持ち込んで展覧会を開き、そこから大ヒットしていったということでございますけど、これ聞いてどうですかね、お二人は。
だからそのジュランっていう人のおかげですよね。確かにジュランっていう方がいなかったら我々がここでこうやって YouTube やることもなかったかもしれない。確かに考えると、うん、ジュラン様様というか、ね、まずモネが世に出てなかった。そうそうそう、確かにこんなにすごい作品を作る人なのに、うん、漏れてたかもしれないんだ。そうそうね、はい、だからジュランがあの我々の生みの親というか錦鯉さんの、に繋がっていく。そうですね。そうですね。先生。先生じゃないです。先生も結構ボケてくれる。そうですね。だからまさにさんのギャグも、もうこっちで滑ったやつ、うん、僕が持ってったらめっちゃ受けてる。受ける可能性も、あるんだ。うわ。そうね、日本だけじゃんね。確かに。そうそうそう、日本では滑ったけど、海外で受けそうなギャグってある。ありますよ。おお、なんだろう。お願いします。いいですか。お願いします。はい。あ、うん。うん、お変な顔ロケンロー海外で受けそう。これもね、顔でいけるん で、ね、しかもロケンロールってロケンロールだから、これ海外でいきますね。やす子ある？あります。ある、うん、はい、あるから、うん、ごめんねないないよね、ないよないよ。やす子は日本で受けちゃってんだからいい、行かなくていい、行かなくていい、うん、すいません。はい、ということで以上がモネを知る上でも欠かせない印象派のお話でございました。はい、先生ありがとうございました。ありがとうございました。はい、さて、モネ連作の情景スペシャル動画企画の前編はここまでとなりますが、はい、まさみさん、やす子どうでした？いや、勉強になりましたね。なんか知らないことばっかりだけど、あ、そういう裏側があったんだなっていうのが面白かったっす。なんか面白かったね。面白かった。よかったです。なんかね。なんかこの展示会を見に行く前にこの YouTube で学習していただけるとより楽しめるかなっていう感じがしましたね。確かに。確かに。ね、こんな綺麗かな絵描いてるのにさ、意外となんか反骨精神がすごい、ね。そうですね。うん。確かに人も面白い方だった。ね。はい。では最後に2023年10月から開催されるモネ連作の情景のお知らせを私からさせていただきます。はい、展覧会名モネ連作の情景、会場と期間は、東京展が2023年10月の20日から2024年1月の28日上野の森美術館にて開催されます。大阪展は2024年2月の10日から2024年5月の6日大阪中之島美術館にて開催されます。フランス印象派の巨匠クロード・モネの有名な連作を切り口に彼の生涯をたどる約60点が展示されます。チケット購入方法など詳しくは概要欄にある公式ホームページをご覧ください。モネの人生と作品を振り返ろう。やっとついに睡蓮を書き出すんですね。あ、そんな年齢で書いてるんだ。壮絶な人生ですよね。